ちゃプロスピエース西武純正でやってますカズキング田辺です。ということで今日はですね、侍ジャパンガチャさあ OB 第5弾が終わってね、6弾がそのまま来るかなと思ったらまさかの侍ジャパンガチャ来ましたね。でおそらくなんですけども、去年がね2006年2009年の WBC ガチャ来たので、今回は2013年で、このあとね2017年のガチャが登場するかなと思います。で我らが埼玉西武ライオンズは、はいこちら住谷金次郎さん来てくれました。金次郎ありがとう。いやまさかすぎたわ。いや正直ね、ライオンズバージョンの S ランクはもう2024のシリーズ1まで取れないと思ってたんですよ。いやまさかね、それより先に S ランクゲットできるとは思ってなかったので、めちゃめちゃ嬉しいです。いや銀次郎来てくれたのマジででかい。で今回査定年度はですね2012年の査定ですね。で一応2012年バージョンは初実装になります。でステータス見ていきたいと思うんですけども、弾道が中弾道でミート61、パワー61、走力67と完全走力型なんだよな。まあここがちょっとね、例えばね称号次第でパワー走力が同値とか組めてたらリーグ的にもねだいぶ変わってきたんだけども、まあ2012年査定は初ということで、まあここは仕方ないっすね。で守備適正 B72 あって、補給58、スローイング65、肩78と。で特殊すれば補給 C、 肩も A 乗ると。ただねスローイングが C なんすよね。これ前のものだったら、例えば2016年のものとかだったら、まず守備適正77あって、スローイング76、肩78なんで特殊で BA 組めるのよ。まあちょっとこれを期待してたんだけども、例えばね TS バージョンで出てくるんだったらこっちの能力かなと思います。まあとはいえ現状の西武純正の保守適正 B あって、スローイング C、 肩 A 乗せれたら、まあリアタイ的には現状この銀次郎さん使うのが一番いいのかなと思います。守備要員でね、守備要員でまず銀次郎さん使って、代打で、まあ、田淵さんとか入れるみたいな、そんな使い方になるかなと思います。で特殊能力が保守20丸、流し打ち回強肩と。まあ特能もねちょっと守備に振ったって感じっすかね。今まで強肩ついた西武純正のキャッチャーいたっけ、初なんじゃない。まあ今後古賀くんとかがまあ強肩つきそうだけども、まあここもねリアタイ的には盗塁させづらくするかなと思うので、まあ本当だったらね打撃ステータス上げる特殊能力が欲しかったんですけども、まあ守備要員って考えたら強肩の方がありがたいのかな。で今回のガチャなんですけども、369が侍ジャパン S ランク1人確定してると。で今日90連まで一気に引いていきたいなと思うんですけども、イベントのね契約書で侍ジャパン1人確定してるので、この90連までにもう1人侍ジャパン引けたらセレクトミキサーができるので、確定外でいかに侍ジャパンを引けるかが鍵になってきます。てなわけで早速10連目引いていきたいと思います。確定外から S ランク侍ジャパン引けたらマジででかい。よろしくお願いします、頼むよ。ちなみにOK、 よ。ちなみにね、銀次郎さん以外で狙い言うと、あの内海さんの A ランクとか引けると、あの覚醒、セーブ版の覚醒の内海さんスピ解放したいんで、 A ランク内海さんも狙っていきたい。よろしくお願いします、頼むよ。10連目チア来ないか。 A ランク大事よ。いやまあ A ランクの確率何パーだ。ちょっと A ランクも引いていきたい。銀次郎の A ランクも欲しい。あ狙いね。8910枚目、ドン。はい、さあ20連目いきたいと思います、よろしくお願いします。途中 A ランク来い。はい、ドン。いやなんか A ランクめっちゃ出るけども侍の A が引けない。7、8、9、10枚目。はい、いや引けねえ、侍の A 引けねえ。てなわけで30連目最初の、侍ジャパン1人確定弾ですね。あわよくばここで銀次郎さん地引きできたら本当にでかい。いやこのあと17年で考えたら秋山翔吾さんと牧田さんが出てくんのかな。そっちにもエナジー残しておきたいので頼む、ちゃちゃっと30連で引いちゃってください、よろしくお願いします。さあここぬいぐるみ来い、ぬいぐるみ。いや待って、確定してるよねこれ。赤にもいかないんだけども。はい、いやー頼む、カメラマン来い、カメラマン来てくれ、来い。来ないか。いやいやいや頼むよ、せめて A ランク引いていきたいよ。はい、いや全然 A ランク引けないじゃん、全然 A ランク引けないじゃん。侍の8枚目、全然引けないじゃん。9、さあ最初の確定でございます。ここで金次郎さん地引きよろしくお願いします、ドン。いやー、まあ
そう簡単にうまくはいきませんよね。40連いきたいと思います。そろそろ1枚確定外から引っておきたいよ。100連目以降本当に行きたくないんすよ。昔ね、嫌な思い出があるので。うわ、渋いぞ。急に渋くなってきたぞ。あらららら、はい。いや出ないね。 A ランクだけはめっちゃ出んだけどな。今日他が出ねえな。侍が全然引けないぞ。10枚目、ドン。さあ50連目いきたいと思います。よろしくお願いします。そろそろ確定外から引いておきたい。安心しときたい。1枚引くだけでいいから、いけレインボー。いやー、ないかー。頼むよー。なあ、 A も出ねえ。 A は、待って、 A って何パー？全然引かないじゃん。侍の A、侍の A 引いてくれよ。宇都宮さんと銀次郎さんの A ランク引いてくれよ、頼む。はい、さあ60連目ですね。2回目の確定弾でございます。頼む、もうここで撤退しよう。もう撤退したいよ。よろしくお願いします。地引き演出来てください、お願い。頼む調子くん、地引き来い。地引きさせてくれ。頼むよ。ぬいぐるみまで行け行け。レインボーからの、あー、ぬいぐるみはないか。さあ目来い、目。いや、ないか。カメラ頼むカメラ撮ってくれ、撮影しておくれ。ないか。いやー、怖い、ちょっと怖くなってきた。確定以外も欲しいよ。頼むよ、そこは侍引いてくれよ。マジか、通常かよ。いや、これは痛いな。侍引いてくれたらね、セレクトミキサー確定だったんだけども。10枚目、頼む。ここで地引きさせてください、お願いします。60連で撤退しよう。ドン、頼む銀次郎。さあ70連目いきたいと思います。よろしくお願いします。マジか、頼む。確定外から侍引かして。いや、さっきの通常痛いな。あそこ侍引いといたらだいぶね、精神的にも楽だったんだけども、ちょっと100連目以降は行きたくないよ。本当に行きたくないよ、ヒルボ君。はい、いや、あ、やっと A ランク来た。ノーミさん、やっと来たよ。ノーミさん、ありがとうございます。さあこの流れで宇都宮さんと銀次郎の A も引いていきたいよ。10枚目、ドン。はい、さあ80連目いきたいと思います。よろしくお願いします。待って、やばい、結構やばい。もう80連、まずいんだけど。確定外から頼むよ、1枚引くだけでいいんだから、本当にお願いします。いやー、渋いね。渋いぞ。頼むって、本当にお願いします。確定外だ、ここでいいときたいよ。さあ A ランクもいける。10枚目、ドン。 A の確率やばくない？さあひとまず今日ラストですね、90連目。ここが最後の確定弾でございます。一旦90連引いて、もし銀次郎出なかったらイベント終わらせて、イベントの累計契約書引いてからちょっと考えます。はい、100連目以降は考えます。てなわけでラストの確定弾いきたいと思います。よろしくお願いします。ここ最後2枚引きしたらでかいよ。侍2枚引きしていこう。よろしくお願いします。さあ赤エース、いいよ、確定してるけども、レインボー行け。レインボー、実施、あ、ないか。2枚引きないか。1枚か、これは。カメラ、最後にカメラ。あー、来ないか。さあ途中大事、本当に途中大事。渋いぞ、急に渋くなってきた。急に渋い。 A も出ず。てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。最後に高評価、チャンネル登録、そしてベルマークの通知オン、よろしくお願いします。年内にですね、チャンネル登録者1万人を目指しております。もうすぐね2000人いくんですけども、もしね今日初めて知ったよって方も、よろしければチャンネル登録の方していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。てなわけで最後の確定弾、ここで銀次郎地引きしていきましょう。よろしくお願いします。カモン銀次郎、はーい、地引きさーん。